皆さんこんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりにちょっと面白いアプリを見つけましたので紹介したいと思います。僕の中では面白いというかですね、かなり神アプリに近くてですね、自分のiPhone のですね、一番トップのとこに表示させるようにしたぐらいですね、非常に面白いアプリを見つけましたので、紹介したいと思います。それは何かと言いますとですね、検索のアプリなんですね。例えば今検索というと、Yahoo とか Google で検索するだけではなくて、例えば Twitter とか Instagram、そして YouTube、もしくは楽天とか ZOZOTOWN とか、もしくはネイバーまとめとか、いろんなね、ショッピングサイト、アプリサービス、もしくは、ソーシャルメディア、そして検索エンジン、もしくは Yahoo ニュースさんニュースサイト、いろんなもので、レシピとかね、いろんなもので検索することがあると思うんですね。それらを横断検索したいと思ったことはあると思うんですね。それを一つのアプリでできるということで、今日はですね、紹介していきたいと思います。では、まずこちらをご覧ください。はい、そのアプリの名前はエウレカというアプリなんですけど、これ残念ながら iPhone しかありません。Android はないんですけど、ちょっと早速ですね、やっていきたいと思います。僕のね、この iPhone の画面のですね、左下のとこに入ったぐらいです。Google が左下にいたんですけど、Google を右側に押し上げてですね、左側に入ったアプリですね。早速、開けてみたいと思うんですが、こんな感じになっています。はい、面白いのはですね、これ上半分がちょっとグレーになってると思うんですね。あえて、このようにね、半分にすることができるっていうところ面白いんですね。これなんでかっていうとですね、まず最初に説明しますが、こういうふうに iPhone を持った場合に、親指が届く範囲っていうのがありますよね。親指がですね、今、特に iPhone X とかになると、ただ縦長になりますから、右上とかね、届かないわけですよ。なので、この入力するときにですね、この半分ぐらいの大きさにできるっていうところがあります。これはどうやってやるかっていうと、こう真ん中の設定のところに書いてるんですが、広い検索ビューをオフにしておくと半分になります。ちなみにちょっとですね、オンにしてみますとですね、こんな感じになるんですね。これをですね、オンにしてみますと、この広い検索ビューっていうのをオンにすると、こんな風に上に上がっちゃうんですよ。そうするとね、下から親指で届かなくなるので、まあ、このような、まあ、両手使いの方は、このモードでもいいと思うんですけど、片手でやりたいっていう方の場合は、ここを、検索ビューをオフにしといた方がいいかなと思います。そしてですね、ここに出る、アイコンですね。ここをですね、まあ、6つか8つぐらいにした方がいいと思います。これ多くしちゃうとですね、また、指が迷っちゃいますから、まあ、8つが限界かなって気がするんですけど、これの設定ですね。このここですね、円形アイコンの下ですね、小さいアイコンのとこを、オフにするとですね、これが、6個しか入らなくなるんですね。これオフにすると、こんな感じで、1個ですね、隠れちゃうんですよ。なので、まあ、6個の方の場合は、6個ですね。大きいアイコンでいいんですけど、小さいアイコンにして8つぐらい出したいという場合は、小さいアイコンのところをオンにしておくと8つ入ります。ということで、あともう1個選ぶことができるんですが、ちょっとどんなものを選べるかね、見てみたいと思います。それが一番右側のものになるんですけど、例えばこんなのがありますということで、右下のところからできるんですけど、はい、プラスしますと、コレクションから選択って一番上のところをしますですね。ダーっていっぱい出てくるんですね。なので、自分が Wikipedia をよく使うとか、自分は Amazon を使うっていうんだれば、それを例えば、ね、Amazon をよく使うんだれば、Amazon って選んで、右上の追加って押してもらえば、追加になります。まあ、6つから8つの中から選んでいただきたいんですけど、今回ね、面白いのは、この真ん中なんですね、サイト内検索を追加って、これね、かなり僕ね、便利だと思うんですけど、ちょっと実際やってみたいと思います。サイト内検索を追加をします。そうすると、追加するウェブサイトを開いてくださいということで、例えば、ここに僕のブログね、を検索します。僕のブログはサイト内検索って機能があるんだけど、これスマホで見た場合ですね、このサイト内検索がちょっと厄介な場所にあるんですね。それはページの下の方の、
ここのですね、ずーっとぐるぐる下の方まで行きましたら、一番下のとこにですね、サイドバーっていうのがあって、このサイドバーを開くと、いわゆるパソコンの左のメニューが出てきて、ここに検索窓っていうのがあるんですよ。ここで、追加の文字を入れてくださいってあるので、追加って入れます。で、これで検索をします。はい。そしたら、この検索結果っていうものを、保存するわけですね。でこれ、名前をね、長いので、例えばここ、横田修林とかに、します。そして、ここのですね、今、アイコンがですね、この水色のマークになってるんだけど、これも変えられるので、これをですね、写真ライブラリーから選択ということで、例えばさっき作ったですね、こちら。これなんかを、こう、例えばこういうふうにね、選択します。ちょっと拡大ビデオでね、こんな感じで、入れましょうか。こんな感じで選択します。そしてまあこれ説明は公式ブログみたいなのも、まあこれ入れなくてもいいんですけど、ブログみたいな感じで入れときます。で、これで追加でやります。そうすると、こんな感じでですね、サイト内検索が入るんですね。で、これで完了しましょう。僕の場合は Google 検索と Google マップ、そして Google の画像検索、YouTube、動画ですね。まあ上全部 Google ですけど、スポットを探すのか、写真、動画を探すのか、普通の Google なのか、そして下が、Twitter のハッシュタグ検索、そして Instagram のハッシュタグ、Twitter の検索ですね。Instagram のハッシュタグ検索、Facebook の検索、そしてサイト内検索にしました。まあ、個人的には Yahoo のリアルタイム検索入れてもいいかなと思ったんですけど、まあ、Twitter でもできるので、まあ、ほとんどリアルタイム検索って Twitter なので、まあ、これでいいかなということで、完了をします。そうすると、こんな感じですね。ここに8つ入るんですね。続いて設定してほしいことは、ここの入力するときなんですね。設定画面、まあ、ちょっと画面を上に押すとですね、下から出てくるんですけど、ここのとこの設定のとこの、表示する項目っていうのがあるんですね。この表示する項目のとこを押すと、このような形で4つあるんですね。現在のページ URL コピーしたテキスト。まあ、これは好みあると思うんですけど、まあ、急上昇ワードをやるとですね、これ日本のキーワードじゃなくて、全世界のキーワードが出るので、向こうのね、ローマ字がいっぱい出てくるんですね。なので、急上昇ワードは絶対オフです。で、まあ、コピーしたテキストとか、現在のページ URL を出したいって方は、まあ、オンにしてもいいんですけど、まあ、基本的にはこれかなと。で検査履歴はオンにしといた方がいいと思います。なんでかね、今から説明します。そしてですね、入力候補数。まあ、これは、まあ、僕は多ければ多い方がいいかなと思っているので、10に設定しました。はい。そしてですね、これで次に大事なのは、この下のレイアウトっていうところなんですね。これ候補左側になってるんですけど、初期設定は標準になっています。標準じゃなくて、ここにですね、左側か右側かどっちかがいいと思います。これ何言ってるかっていうと、ここのですね、レイアウトの部分のとこで、今左側にキーワードが出て、右側にこうサービスが出てるんだけど、このような形の左と右に分けるとですね、スマートフォンで、上の方まで行かなくたって、横にこうスライドするだけで検索ができるのでね、便利なわけです。なので、左側か右側です。で、これは、下に書きましたように、どっちの手で持ってるかによります。左手で持ってるんだれば、検索候補は左側に出した方が選びやすいと思うんですね。左で候補を選んでから右のサービス。右手で持ってる方は、右手でキーワードを選んでからサービスなので、この順番が左と右が逆になると思います。僕は左手持ちなので、左側にキーワードを置いています。そしてもう一個やっていただきたいこと、ここなんですね。未入力時に使用。ここのとこをですね、前回の入力履歴にしておくのがいいです。なんでこれがいいかってことはちょっとこの後話しますね。では、実際にですね、これをするとどんなことができるかってことで実際に検索してみたいと思います。では、片手でですね、ちょっともう親指が届くんですね。ここまで届くんですよ。でここで新潟で打つとこうやって候補が出てくるんですけど、候補そのままですね、焼肉とかって入れたとします。そうすると、新潟焼肉が出たわけなんですが、これで普通の Google で検索したい場合は、Google のアイコンの上をポチッと押すと、Google のこういうふうに新潟焼肉の検索結果が表されるってことですね。あ、そうだ。1個忘れてた。
その際ですね、これ今、まあ、試しにやってみましょうか。検索結果のブラウザーを、ここですね、サファリにしないで、エウレカになってるとですね、これはこれで便利なのは、ページの一番下のところにですね、キーワードの窓が出るんですね。なので、キーワードの窓ですぐね、こう、キーワードをこう足したい場合なんかに足せるので、これはこれで便利かなって気がするんですが、まあ、個人的には僕サファリがいいので、ここの、規定のブラウザーをサファリにしたいわけです。で、このサファリにするのには有料版じゃないとできません。これ、サファリに切り替えるには480円、一回ポッキリですけど、払えば、できます。そして有料版すれば広告もなくなります。ということで、有料版を僕は買っております。で、これサファリにしまして、もう一回検索してますね。はい、このように検索すると、例えば今は Google の普通の検索をしたんだけど、やっぱり Google じゃなくて、今度はですね、Twitter で検索したいなと思った場合、ページの上のとこにですね、ちょっと今これ見えなくなってますけど、左上のとこにですね、アプリで戻れますよね。エウレカっていうのに戻りますと、元に戻るんですが、そうするとですね、未入力時の使用が前回のキーワードが入力されているので、このキーワードの窓のとこにうっすら新潟焼肉が入った状態になってるんですね。そうするとですね、ここですね、入った状態になってると、この入った状態のままツイッターってとこを押すと、うん、そうするともう入力キーワード入ってるので、今度新潟焼肉の検索結果に行けるわけですね。で、またアプリのエウレカに戻りまして、今度インスタグラムに行きますと、インスタグラムで新潟焼肉の検索結果に行くと。で、ここで注意していただきたいのは、ハッシュタグは、このスペースが入ると認識しないので、検索するときに新潟焼肉の場合、新潟スペース焼肉にしてしまうと、インスタで検索したときに、ハッシュタグが認識しないんですね。なので、くっつけて検索した方がいいかもしれません。そうすると、このように行ったりとか、また戻って、Facebook ってやると、Facebook の、検索にこう行ったりします。これかなり便利ですね。で、すごいのは、最後ですよ。このサイト内検索を今設定しましたので、僕のブログで設定しましたので、この新潟焼肉っていうので押してみるとですね。はい、僕のブログの中の新潟焼肉の記事一覧のところに飛びまして、お探しの記事は見つかりませんでしたってなりましたが、まあないですよね。新潟焼肉の記事はね。で、このように、サイト内検索の記にも飛ぶことができるって、これがね、かなり僕使えるんじゃないかなと思います。なので、僕のブログをぜひセットしてあげると、3000記事ぐらいある中の、キーワードをですね、調べることができますので、これもいいんじゃないかなと思います。ちょっともう一回戻りまして、焼肉だけならあるかな。はい、焼肉だけで僕のサイト内検索してみましょうか。はい、そうすると、このようにですね、焼肉の記事一覧というのが出てきますので、これはかなり便利じゃないかなというふうに思います。ということで、全部説明しましたかね。このように、検索キーワードを打つと、キーワードの候補、そして、そのサービスを選ぶことができるっていうのはかなり便利だと思うんですね。で、これ全部説明しましたかね。で、この一番右側にあるものの中で、どれを選ぶかっていうのはもう皆さん次第なので、まあこれ後で変えてもいいですから、まあやってみて、やっぱりリアルタイム検索が多いんだったらリアルタイム検索入れてもいいと思うし、他の入れてもいいと思うし、これ8個は表されるけど、これ小さいアイコンの場合ですね。もしくはこれ12個入れてても、まあスクロールすればね、これ出てくるので、例えばですね、これで、もう一個追加でですね、もう一個追加で足してもですね、できます。例えばこれで、コレクションから選択で、ここにですね、例えば Amazon とかを足した場合ですね、これで完了しておくと、このようにスクロールすると出てきますから、まあ見えない範囲のとこで、このね、ちょっとはみ出す感じになりますけど、まあこれでいいんだれば、Amazon とか入れといてもね、いいと思うんですよね。はい、ということで、今回のアプリっていうのを使うとですね、いろんなものを、検索するときに、いろんなサービスを検索するときに、一つのアプリから全部飛んでいけるので、一個一個アプリ起動して閉じてってことしなくていいから、かなり便利だと思うんですね。iPhone の方はぜひね、このエウレカ使っていただければいいと思いますし、ちょっと高いけど480円出していただければ広告も出ないし、サファリ使えたりするので、ぜひ
挑戦してみてください。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。